新しい飼い主さんにいい印象を持ってもらえますように。朝と晩1時間半ずつ散歩をします。ももちゃんはどこで迷子になっていたんでしょうか。動物愛護センターのホームページを見てて、このモモが保護されたということで掲示されてたのを見て、ちょっと考えたんですけども、何かそのピンとくるものがあって、悩んでるところに愛媛犬猫の会のある会員の方と同じ話になりまして、これはもう引き出すしかないなということで、引き出して私が世話をするような形になりました。ももちゃんはどういう状態でどこで見つかったんですか。四国カルストのメズル荘周辺をうろついていたようで、そのゴールデンウィークあたりからなんですけれども、これは東京から出張で四国カルストに来た方がある掲示板に迷い犬がいるということで投稿されて、言うたらそれがきっかけみたいなもんですね。それで保護されてということ。そうですね、はい。そのまま愛護センターにおったら、もしかしたらもう今頃はもうすぐ殺処分、1週間後には、ギリギリのタイミングで引き出したということですね。引き出してももちゃんに実際会ってみて、その瞬間どうでしたか。やっぱりその人慣れしてるっていうのがもうすぐ分かりましたね。それで威嚇されることもなく、吠えられることもなく、ちょっと初対面だったんでちょっと引くところはありましたけれども、連れて帰りまして、もう翌日には家の中で話し合いです。お家の中で、はい。お家の中での様子はどうでしたか。いや、もう1年も2年もうちの家にいるような感じですね。存在感が。そうです。もう先住犬を差し置いて、人が通る通路にでんと寝転がってます、家族にみんなに邪魔だ邪魔だって言われてますけどね。そうでしたか。なんか不思議とその人が通るところに寝っ転がるんですよね。すごくいい犬だと思いますね。ももちゃんは新しい飼い主さんと出会うために今日から里親探し会に参加します。喉乾いたろ。和田さん、ももちゃんがいよいよ譲渡会にデビューです。デビューです。どんなお気持ちですか。やっぱり早くもらってほしいですね。多分今週は無理だと思いますけど、1ヶ月内外で決まると非常に嬉しいです。どんな人に決まってほしいですか。それは私みたいな人ですね。どんな人。ひげが濃くて。犬好きの人だったらどんな人でもいいですけど、で死ぬまで飼ってくれる人、それを約束していただける方、他にはありません。ちゃんとしてるね。でしょ。しつけがいいというか、本当きちんとしてるね。しつけ入れたから。いや、全然引っ張りないんです、最初から。でもなんか体格的に四国県系のなんか、動物病院の先生もね、これ多分8分の1か16分の1か四国県入ってるでしょ、顔つきとかね、体格がおとなしいですね。おとなしい。あじっか、しつけ入れてるんだ、もともとね。何ですかね。性格もあるから。わかります。なんかだって服もし入ってなかったら散歩が怖いっていうのもあるし、
まあ、引きが強いというかこの子みたいにちょっと例題悪いんですけど、あのちょっと怯えてたり、うん、そう、あの、うん、こういう反応がちょっとね、うちは大丈夫なんですけど、出てしまったら大丈夫なんですけど、でもこ う, うまくこう散歩できてないですよね、怖いこう新しいところの怖い尻尾がね、うんうん、だからあの子なんかちゃんとしつけが入ってるんじゃないかな、うん、飼い主は絶対いたと思いますよしつけもされている様子のももちゃん、新しい飼い主さんは現れるんでしょうか。おはようございます。和田さん、ももちゃん、あのトライアルが決まったそうで。そうですよ、この間おめでとうございます。この間の日曜日初参加で、初参加でビギナーズラックというか、そうですね、よかったね、ももちゃん、あら、ということは今からこれはラストラン、そうです散歩、そうです、ちょっとついてていいですか。どうぞ。うわ、お願いします。今どんなお気持ちですか。まあ、それより先に狙ったように来ましたね。ね、びっくりですよね。本当、ちょっとどんな方なのか今日はちょっと密着させてください。はい、わかりました、連絡取ってみます。お願いします。はい、ももちゃん、よかったね。いつも散歩してるコース、これ最後になるんですか。そうです。何回かその愛媛犬の子の会の譲渡会に来られてたようなんですけどね、あのピンとこう犬がいなかったと。ご縁がなかった。そうですね、ももちゃんね、もう大人のワンちゃんなのに、まあ、そうですね、1歳、もう成犬でその初参加で決まるなんていうのは、まず私も何回か何年かあそこで、お手伝いしてますけど、初めてですね。そうですか。どういうお気持ちですか今。なんかすごくその人慣れした犬で、で優しい犬なんですね、ももちゃん。それで、あのこれ以上飼ってると、あの愛着が湧いて手放せなくなるような感じなんで、もう今がもう一番いい時期にトライアル決まっていいなと思ってる。まさか初参加ですぐね。ですね。いや、ももちゃん、和田さんに一言どうぞ。ありがとう。ねえ、よかったね。よいしょ。お父さん一緒に乗る。はい、後ろに乗らんと。サイドのバッグ、じゃあ行け。サイドの尻尾が下がっとる。初めてやからな。なかなか入ろうとしないももちゃん。家の中に大きいな。尻尾が。
ぱり下がっとるよね、うん、お父さん行ってみてよ。ちょっと不安かもしれない。和田さん、はい、素敵なお家で。そうですね、こんな家とは思いもよらなかったです。どんな家だと思ってたんですか？いや、あのもっといい家かなと。まあそれは冗談として。ご紹介いただいていいですか？こちらが先月の29日にトライアルをしたいということで声をかけていただいた笠松さんです。笠松さん、はい、笠松さん、はい、笠松です。どうもはじめまして。はい、はじめまして、よろしくお願いします。笠松さん、どういうきっかけで今回はももちゃんをトライアルしようと思われたんですか？僕が犬が欲しくて和犬を探してたんですよ、はい、で雑種とか純血種とかはこだわりがなかったので、うん、いろんなとこで調べてる間にホームページでももちゃん見てで会いに行きました。はい、はい、行ってみて実際どうでしたか？いや、もうすぐやったですね。え写真で僕と家内と息子はもう OK やったんですよ、はい、かわいいねと。写真見た時点で、はいはい、でもう行って見たのはもう立ち振る舞いだけだったんで、もう即いいねいうことで。へ、早かったですよね、うん、5分ぐらい、5分か10分多分10分もかかってないと思います。ほんですぐトライアルの手続きしてもらって、ほんで子供さんにも散歩してもらって、ほんでまあ子供さんにもどうも馴染んでもらってたよう、まあ今日はちょっとねまた1週間経ってるから何とも言えませんけど、まあすぐ慣れると思いますよ、はい、ももちゃんの決めて会ってみてうんと思った最終的な全部です。全部、はい、なんか恋人同士のあれみたいな感じになっちゃってますけど。あ、そうですか、はい、じゃあこれからももちゃんとの暮らしがもう家族の一員として。そうですね、まあ、犬飼う醍醐味ってやっぱ散歩やと思いますんで、朝晩の散歩を楽しんだりとか、あとキャンプ一緒に行ったりとか、山歩きしたりとか一緒に楽しみたいと思います、はい、もう以前もワンちゃんをお飼いになったことがあるということで。そうですね、はい、もう慣れてらっしゃるワンちゃんの飼うことには、慣れてですね、抵抗はないですか、ね、はい、なんか散歩する点とかいろいろこう申し伝えることはありますか？それは特にない。1時間半しろと。あ、それはね、1時間半息子さんも一緒にしてもらって、ちょっとお腹を引っ込ませてもらったズバズバ言う人ですね、割優しそうだけど、ね、はい、和田さんが1時間半かける朝と晩散歩されてたということですが、はい、そうですね、負けないようにそれぐらいはしてあげたいと思いますね。本当に、はい、なんかもうお顔からしてワンちゃん大好きっていう感じですね和田さん。そうです ね、 好きなんですか？大好きですね、はい、ワンちゃんのどういうところが好きなんですか？愛情かければ答えてくれますんでね、うん、それがいいかなと思います、はい、ももちゃんはちょっと四国カルストで発見されたとい う、 こうストーリーがあるわけですが、はい、そういったところはどうですか？はい、なんでねあんなとこったんかなと思いますけど、うん、まあうち来て幸せになってほしいなと思いますね。はい、じゃあ息子さん幸太郎くん新しい妹さんができましたどんな気持ちですか今武藤くん友達どうですかワンちゃん見て。ちょっと恥ずかしいですね。何答えられない答えられないこれ答えられないほど可愛 い、はい、あ答えられないほど可愛 いいですね。子供さんどんな様子で今日待ってたんですか？もうまだかなまだかなで今日よって言ったらさほんなやったーっていう喜びだったんですけど、恥ずかしいみたいですね。分かりました。今はももちゃんっていう名前ですけれども、はい、名前とかどうされますか？いや実はですね、変えていいんやったら、もう決まっとんですよ、じゃここでいいですか？そんなのはもう
新しくなる、あの飼い主になる方がまた決めればいいことですから、はい、じゃあ幸太郎くんから発表してください。ももちゃんの新しい名前は歌です。歌っていうのは子供が柔道しよる関係で、あの柔道選手、そうですね、阿部詩選手から。あ、柔道選手に、はい、そうなんですね、はい、漢字でいくんですか。そうですね、漢字でどう書くんですか。ごんべんに寺かな、はい、ああ、はい、いい名前じゃないですか和田さん。そうですよ、はい、泣いてます。いやじゃあ詩ちゃんになんか声をかけてあげてください。そこでずっと見てますけど。おい、上がっておいで上がっておいで、あの顔を見ながら、うん、まああの一生懸命頑張って、あの家族の一員に迎えてもらってね。ワンは？じゃあトライアルスタートですけれども、はい、じゃあ一言詩ちゃんに。詩ちゃんに、はい、詩ちゃんこれからよろしくね。詩ちゃんはこれからこのお家の中でもいられるってことですか、それとそちら犬小屋になるんですか。できれば一緒にしたいんですよ、猫ちゃんと。はい、はい、仲良くさしたいんですけど、ええ、でゆくもうそうです、ゆくゆくはもう好きなところに一緒にも寝たいなと思うし。今まではどうしてたんですか。今はもう好き放題です、うん、もう話が家の中で話し合いですね、はい、あの悪い癖とかないですか。それはないですね今のところ。我が物我が物。あ、それはあの人が通るところに必ず寝るだからこういうところそこのキッチンの入り口のところとか、扉のあるところとか、なんでか知らないけど、空と猫と折り合いがつけばもう自由にさせてやりたいなと思うんですけど。トライアルっての1週間ぐらいですか。いや、政権ですから、はい、1ヶ月ぐらい、1ヶ月でも2ヶ月でも構うので、その猫との相性を見ていける思ったら返事くださいみたいなって言われたので、だったら1ヶ月2ヶ月買ったらもう情が移って話せないですよ和田さんもこれ以上一緒におったらもう話せ話せなくなる。あ、ですよね、ということで、はい、猫ちゃんとはどうやって合わせますか。とりあえず 2,3 日は玄関で追ってもらって、徐々に馬力の中入れた状態で猫にちょっと合わせてみようかなと思うんですけど、まあそれから猫がそこにおるから、あの1日に1回か2回ぐらいでもこの辺ちょっと連れてきてみて、ああ様子見せて、うん、はい、ガラスがあるから、はい、ね、外で合わすようなことにはならないから、はい、そういうのでやっていったら少しずつ慣れるんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ和田さん帰ってくるかもしれませんので、はい、返せないですよ、ま、いや私としてはその帰ってこないことを願っているそうですよね、うん、そうですよ、返しませんI'm sorry.
それではまた、はい、ありがとうございました。